こんにちは、メコス王国です。本日は漫画版ドラゴンボールスーパー第98話についてです。セルマックスと戦うデブのゴテンクスは、基本あまり役に立ちませんが、18号との連携プレーによって、運よくセルマックスの頭部に頭突きしてヒビを入れることに成功。喜ぶゴテンクスでしたが、それでも大したダメージにはなりません。ガンマ2号は、ピッコロたちに飛び道具を使ってセルマックスの動きを止めるよう依頼すると、自身は空高く上昇して宇宙空間まで到達し、すぐさま急降下を開始、セルマックスに突撃する捨て身の手段に出たのです。この状況を察したクリリンは、18号をセルマックスの攻撃から助けた後、太陽剣を使って目をくらませることに成功します。目を開けることができないセルマックス。そしてガンマ2号は、ついにセルマックスに突撃しますが、狙っていた頭部ではなく、左腕のみの破壊にとどまり攻撃は失敗に終わってしまいました。セルマックスは直前になって運よく目を開けることができたため、急所を回避していたのです。この突撃に全てをかけていた2号は地面に倒れると、全く動かなくなり、セルマックスに踏みつけられそうになりますが、ここでピッコロがオレンジとなって攻撃を阻止し、隙を見て1号が2号を救出します。クリリンのアドバイスにより、昔天界一武道会で巨大化したことを思い出したピッコロは、セルマックスと同程度の大きさまで巨大化すると、口から破壊光線を放ちセルマックスを吹っ飛ばしました。それを見たゴハンは、これなら戦いに勝てるのではないかとピッコロに言うのですが、ピッコロ曰く、巨大化しても戦闘力はほとんど変わらないのだそうです。ピッコロは巨大な手を使って、服にしまってあったゴミのように小さい線図を取り出すと、ゴハンに対し、最後の線図はお前が食え、と言いました。線図はピッコロの分なので、ゴハンは戸惑いましたが、さらにピッコロは言います。よく聞けごはん、お前はその気になれば、この世界で一番強い、俺はその力にかけているんだ。いいか、自分を信じて全てを解放するんだ。見せてくれ、本当の力を、その力で地球を守るんだ。その言葉に納得したごはんは、線図を受け取ろうとしましたが、セルマックスの攻撃によって線図は弾き飛ばされてしまいます。コロコロと転がっていく最後の線図、必死に探して取り戻そうとするごはんでしたが、セルマックスはゴハンの足を掴むと、地面に叩きつけるなどして邪魔をします。センズは戦いの場である建物の屋上から転げ落ち、探すのが難しくなってしまうと思われましたが、その時、タンがビルからダイブしてゴハンの代わりにセンズをキャッチ。しかも、今までできなかった武空術を使えるようになっていたのです。人生で初めての武空術に喜びつつ、タンはゴハンにセンズを渡すと、ゴハンは体力を完全回復させました。そして、セルマックスを食い止めているピッコロたちと合流し、セルマックスを倒すための作戦を練りました。ピッコロたちでセルマックスをなんとか地面に倒し、ゴハンが最大パワーで頭部を貫くという内容です。遠慮はするな、すべての力をこの一撃に込めろ。はい。果たしてゴハンは勝負を決めることができるのか。次回第99話は11月21日発売の1月特大号に掲載予定です。ということで第98話の振り返りは以上となりますが、いよいよ来月号にてビーストが登場し、セルマックスを倒すところまで行きそうな感じですね。で、個人的に今回気になったのは、映画でも言っていたゴハンに対するピッコロの、お前はその気になれば世界で一番強い、というセリフです。漫画版の世界は映画版とは状況がかなり違っていまして、悟空は感情を伴った身勝手の極意兆し、ベジータはわがままの極意を獲得していて、さらにフリーザはブラックフリーザに変身できますので、もし、ピッコロの言うことが正しければ、孫悟飯ビーストは、ブラックフリーザよりも強いということになります。ご存知の通り、悟飯は悟空たちよりも潜在能力がはるかに高いことが知られており、ビーストは、その潜在能力がより強い形で表に出てきた形態だと考えられています。ビーストの実力については、映画版ではセルマックスのパンチをガードもせずに受けたにもかかわらず、全くダメージを受けていないほどの、凄まじい防御力を誇っていることが判明しています。もちろん攻撃力もそこが見えず、魔漢光殺法でセルマックスの頭部を一撃で貫くなど、はっきり言って、攻守でセルマックスは全く相手になっていませんでしたよね。鳥山先生曰く、セルマックスの実力は、完成さえしていればブロリーをも上回っていたのだそうですが、残念ながら漫画版においても、セルマックスは未完成のまま起動させられましたので、ブロリーと同等か、ちょい下くらいの実力に収まっていると考えられています。それでもセルマックスはかなり強い敵なのは間違いないので、それを赤子扱いしたビーストの真の実力というのは、我々の想像をはるかに超えたものであることは間違いないでしょう。なので、
ピッコロの言っていることは正しいのかもしれません。しかし、ファンの間ではビーストよりもブラックフリーザの方が強いのでは?という意見の方が目立つ気はします。ブラックフリーザは、ガスを一撃で殺害した上、悟空とベジータもワンパンで沈めるほどの実力の持ち主です。なので、いくらビーストでもブラックフリーザは超えていないのでは?と思うのは、どちらかといえば自然なことだと思いますし、ピッコロも、別にブラックフリーザを直接見たわけではありませんし、場合によっては、ピッコロの発言は単なる願望に過ぎない可能性もあります。ですから、ピッコロの発言だけを理由に、ビーストがブラックフリーザよりも上とするのは、少々早まった考えかなというのが私の意見ですかね。ビーストもブラックフリーザも、今のところ本気を出せる相手と戦っていませんので、最大戦闘力は未知数となっています。故に、今後ビーストやブラックフリーザと良い勝負をしたり、上回るようなキャラクターが出てこないと、彼らの真の実力を知ることは難しいのではないかと思っています。では最後に今後の漫画版の展開についてですが、いよいよスーパーヒーロー編が残り2話ほどで終わりを迎え、早ければ今年中に新章が開始すると見られていますが、この先、漫画版が引き続きドラゴンボールスーパーをやっていくのかどうかは何とも言えない状況にあります。というのも、アニメ版の方は大魔が始まることが決まっていますので、場合によっては、漫画版も大魔に移行する可能性もゼロではないということになるわけですよね。個人的には、ブラックフリーザの動向なども気になりますし、できれば引き続きドラゴンボールスーパーのストーリーをやってもらいたい気持ちが強いのが正直なところです。一部の未確定情報によると、漫画版では大魔はやらないとのことなので、それが事実であることを願いたいとは思いますが、発表があるまでは安心はできません。ただ、もしドラゴンボールスーパーをやるとしても、ストーリーについては、原作最終回まであと1年程度しか残されていませんので、ブラックフリーザ編一章分だけならまだしも、龍神ザラマ編だったり、力の大会免除組とのバトルだったり、いろいろやっていくのはもう設定上難しいものとなります。故に見えてくるのは、原作最終回後のストーリーを連載していくというプランです。こちらであれば、スーパーのようなストーリー上の制限もほとんどありませんので、鳥山先生と豊太郎先生で相談しながら、比較的自由に展開していくことが可能ですし、何より、豊太郎先生はその昔、ドラゴンボール AF を書いていた同人作家でしたので、原作最終回後を書いていくのは得意でしょうから、今後ドラゴンボールスーパーから移行する可能性はかなりあるのではないかと私は考えています。何にしても、今後も長期の連載を続けていくにはドラゴンボールスーパーをずっとやっていくことは不可能に近いので、そろそろ公式からそのような発表があってもおかしくはないと思っています。ということで本日は以上となります。皆さんは今回の動画内容についてどう思いましたか?コメントをお待ちしております。最後にチャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。